の街を歩けば蘇る16歳、教科書の落書きはギターの絵と君の顔、俺たちのマドンナ、いたずらで困らせた懐かしいその声、くすぐったい演奏中の集合はお控えください。会場内での飲食をお控えください、フラッシュを使った撮影はちょっとやめてください。はい。はい。でですね、トイレの位置がですね、男性の方はこう出ていただいて階段上ったところにあります。女性の方は出ていただいて右手にあります。はい。途中で休憩ありますので、その時にどうぞご利用ください。はい。1曲目どうでした？良かったですね。1年生なので、はい、立派ですね。はい、彼
ちなみに名前がですね、ちょっと変わってまして、マリオという名前で。本名なんですよね。あなたのとこじゃないですよ。はい。はい。で、この前、隣に並んで、どうも、ルイージですとか言って、全然受けなかったんですよ。はい。もう二度としませんと思ったんですけど、はい。曲も素晴らしかったね。もう良かったですね。もう一年間に知り合いで、本当素晴らしいですね。本当、いいですね。はい。次はですね、少し、弾き語りとは違う、マイナーなタイプの演奏になるんですけど、はい、そろそろ準備できましたかね。変な二人ごとというんですけどね。ちょっと大丈夫ですかね。ちょっとしてる人なんで大丈夫なんで、変な人じゃないんで、はい、変質じゃないんで大丈夫です。はい。まあ、ギターのテクニックに注目していただいて、すごい新鮮な、はい、すごいです、はい。見ていただければ分かると思うんですけど、はい、いつも、ね、教室でも弾いてて、はい、もう格好いいんですよ、はい。見た目はあんななんですけど格好いいです。大丈夫。それではお願いします。お願いします。Thank you.
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、今弾いてもらったのはソロギターって言っても見てたら分かったんですけど、歌はないんですよね、ギターだけで。普通はギターを伴奏で弾いて歌うっていうのが定番なんだと思うんですけど、歌わずにギター1本で伴奏とかメロディーとかやってしまおうっていうのがこのソロギターのスタイルなんですよね。はい、はい、で、有名なアーティストで言ったら押尾コータローさん、聞いたことがある方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、最近テレビに出たっていうと FNS 歌謡祭、ね、ちょっと出てますかね、はいはいはい、見た方いらっしゃると思うんですけど、そんな感じで結構ソロギターのアーティストもいらっしゃってですね、意外とお店の BGM とかテレビの BGM とかに流れてる曲とかもあるので、この機会にぜひ一度ソロギターも聴いていただきたいなと思いますね。はい、で、2人の紹介と曲紹介ちょっと軽くしたいんですけども、と皆様から向かって左側が国広くん2年生ですね、で右側が入江くん同じく2年生になります。で、はい、こんな感じなんですよね。最初はですね、両方なんか着ぐるみ着てるから動物の名前で、まあ、犬の方がって落としたんですけど、両方猫だったんですが、使えないようなことがありまして、っていう名前で紹介するって感じになったんですけど、はい、そうなんです、はい、で、国広くんが演奏したのはハードレインって言って、で、入江くんが演奏したのは風の歌って言いまして、両方とも押尾コータローさんの曲になるんですよ。はい、もうまさにあれですね、ハードレイン、激しい後に降り注ぐ太陽の光みたいな感じでね。はい、次行きましょうね。はい、それではですね、次は国広くんのファンなんですけど、はい、国広くんはファミマの入店音というのを聞きまして、はい、ちょっとね、楽しみですね。はい、どんな感じですね。で、入江くんの方は花水木、まあ、知ってる方いらっしゃると思うんですけど、人と洋さんを、はいはい、聞いていただこうと思います。はい、では、2人お願いいたします。Thank you.
ました。ありがとうございました。素晴らしい演奏でしたね。ね、はい、いいですね。次はないですかね。あれ。でももう少しちょっとね、私もこう、はい、インスト、ギターだけの演奏を聴きたいなと思ってるんですけどね。せっかくなら、もう1曲ぐらいやってもらえないですかね。はい、皆さんも聴きたいですよね。すいませんね、僕は行ってきますかね、それだけで。ありがとうございます。
右側が、和田くんですね、はい、になります、はい、で、2人とも実はですね、兼部しておりまして体操部に入ってるんですよ。珍しいですよね。珍しいですね、男子と、はい、はい、でですね、2人の紹介ちょっとしたいと思うんですけども、はい、で、和田くんの紹介からしたいと思います。和田くんがですね、実はですね、皆さんお手元にパンフレットあると思うんですけども、パンフレットに挟んであったアンプラグのチラシ、こちらですね、の絵を実は描いたんですよ。手書きなんですよ、こちら。手書きですよね。そうですね、手書きなんですね。めっちゃうまいですよね。で、彼実は漫画研究部にも入ってまして、元部長を務めておりました。ね、ほんとすごいんですよ、絵。僕の顔描いてって言ったら、すぐ描いてくれますよね。ほんと、なんかもう可愛いよ。より決めにね。もうほんと、もう。これ以上、笑いが思いますよ。どういう意味かわかんない。イケメンした笑いが。で、次がですね、大坪くんの方なんですけど、はい、私最近のエピソード聞いたところですね、はい、体操部で冬になって筋トレ期間が始まったということで、でですね、腹筋しすぎて笑うたびに最近お腹が痛いということを。そんな歌えるんですかってところなんですけど。そうなんですよね。めっちゃ腹筋使いますよね。そこでちょっと歌にも注目してほしいところですね。はい、はい、で、簡単な曲紹介したいと思います。で、歌うアーティストはですね、ミスチルと小袋と、で、このアンプラグの部長の大山さんが作詞作曲した曲を知ってもらう。日本の三大歌手ということで。本当そうです。すごいですね。すごいですよ。美味しいとこ全部取ってきましたね。ね、ですよね。なので注目してほしいと思います。お願いします。はい、では、お願いいたします。はい、お願いします。望んだものと違っても
もう悪くはない、きっと答えは人じゃない、愛してると君が言う先だけだとしてもたまらなく嬉しくなるから、それもまた僕にとって真実。交差点信号機、排気ガスの匂い、クラクション壁の落書き、破られたポスター、今僕のいる場所が探してたのと違っても、間違いじゃない、いつも答えは人じゃない。何度も手を加えた汚れた自画像にほら、また十二色の心で好きな背景を描き足していく。ありがとうございました。はじめまして、九州大学文学部2年、和田健太と。マジック九州大学文学部2年の大坪裕樹です。はい、先ほどご紹介いただいた通りですね、僕ら2人ともアンプラグ、機械体操、分かりますかね、はい、床とか鉄棒とかやる機械体操を兼務しているんですけども、まあ、今回はですね、その機械体操の柔軟性と跳躍を生かした演奏するわけではないんですけどもね、全然生かせない、生かせない全然生かすんだろうって腹筋が痛いだけですね。はい、それではですね、ちょっとお待ちください。すいません、ギターの音が出てなかったですね。聞こえますか？聞こえますか？あ、よかった。あ、ありがとうございます。いや、まあでも1曲目は、まあ、アンプラグドということで。あ、そうそうそう、そういう予定でしたよ。そういう予定でしたよ。柔軟な対応に感謝いたしますけど、いや、寒い中よくお越しくださいました。ですね、1曲目はしっとりとした曲を歌わせていただきましたが、次はですね、全く季節感の真逆の夏の歌となっております。まだですか？忘れてました。次歌うのはですね、コブクロさんの太陽という曲になります。真逆の真夏の歌です。まあでも今日はね、天気もよく、気持ちは真夏日ということで。何真夏日になっていただこうと。はい、まあ、先ほどの2人を全く喋りませんでしたが、自分の喋らせていただきますけど、まあ、今回はですね、アンプラグドの演奏を通して皆さんに楽しんでいただこうということで、無料で2人をやらせていただいているので、はい、皆さんで、ぜひ手拍子などしていただければ、はい、ありがたいと思います。楽しい曲なので皆さんで楽しんでください。それでは僕の歌を聴いてください。遠い街が
ございます。降ってきたのだ、それか夢でも見ているからよ。他の子たちに失礼だけど、しかしこうも違うものか。話したいけど話題がなくて、隣の席が遠く感じてた。でも君のこと落としに感じていた。知らない
大山さんの大ファンでして、大ファンです。今から歌う曲は、大山さんが作詞作曲をされた大好きという曲になります。バラードになるんですが、とてもまっすぐな曲で、ちょうど1年前の定例コンサート、第2回の定例コンサートですね。で、大山先輩と、あと後ほど出てこられる酒井先輩という先輩の2人組で、歌ってくださった曲なんですけども、その時にちょっと聴いて、あ、これやばいなと思って、でもすごいなんか感動したじゃないけど、なんかオリジナルなんだ、身近な人のオリジナルの曲でなんか感動したのが初めてくらいのすごいいい曲だったんで、まあぜひカバーさせてもらいたいなと思って、はい、させてもらいます。重症のファンです。はい、はい、CD もらいましたサインまで書いてある、はい、実製作 CD ですね、大山先輩が作ってるんですけど大塚君名って書いてありましたね。もう超感動みたいなそれだけの価値のある綺麗な歌を持っていますので、どうぞそちらの方もお楽しみください。では、はい、大山先輩、あ、大山達也さんで大好きという曲です。聴いてください。大好き
僕らの曲は最後になります。ですね、前半の部僕らで最後になりますが、休憩を挟んで後半の部も盛り上がってまいりますので、ぜひ引き続きアンプラグのテレコンサートお楽しみください。ありがとうございました。素晴らしい演奏でしたね。もう2人裏で聞いて泣いてるのかなと思ったけど泣いてなかったですね。はい、休憩はですね、今23分ぐらいなので35分まで休憩となります。はい、トイレは先ほどご案内した通りになります。はい、何か質問とかあったら受付などに聞いてください。ではまた5の部がありますので、お願いします。はい。